はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ティラノケンザンです。さあ本日なんですが、超越的進化論というねシークレットパッケが実装されまして、超越竜という新しいテーマが実装されましたんで、こちらを使ったちょっと恐竜デッキ、これをちょっと今日はお見舞いしていこうかなというふうに思っております。恐竜デッキね、より強くなりましたね。破壊するカードが増えて、これ何が増えたかっていうと、まずですねこのグラウンドゼロというカード、これデッキから恐竜族チューナーか通常モンスター恐竜のねを持ってきながら手札を1枚選んで破壊するという効果がありまして、で墓地から除外すると融合できるという効果もあるんですけど、これね卵破壊できるんですよ。まあ、卵破壊って今までそのミセラサウルスからのアルゴとか、オビラプターで破壊するとかがあったと思うんですよ、メインで。これグラウンドゼロでその一切召喚権も使わずにね、いきなりそのレベル6のこのゼノメテオロスっていうモンスター持ってきながら卵破壊できるっていうね、この動き、これがめちゃくちゃ強いと。でゼノメテオロスくんこれ何するかっていうと、カードが戦闘かここで破壊されたら手札から特殊ができるってめちゃくちゃ緩い条件で、さらに自分のメインフェーズに手札がフェードの強烈モンスターを破壊できると。だからもう破壊しまくり、もうここで破壊して、さらにここでも破壊するということで、もう卵が割られまくってもうやばいことが起きるという感じですね。でゼノメテオロスくんが一応そのモンスター破壊した後、手札デッキから恐竜族の通常モンスターを特殊召喚して、この後の発動後端子の地までドラゴン恐竜海竜源流しか出せないという縛りがついちゃいますということですね。まあその代わりめっちゃ強い、でまあもちろん通常モンスターを、ね、何出してもいいんですけど、例えば、今回入ってるのはフロストザウルス、こっちかフロストザウルス、これレベル6のヒチューナーで、まあレベル6のチューナーとレベル6のヒチューナーが並ぶんで、まあ12シンクロもできるし、ランク6もうできるし、まあ、今回はアルティメアツヨルキンっていうね、モンスターも入ってます。これね本当はねちょっともうちょっとね実は強いエボルカイザーモンスターが実装されてればねもっと強かったんですけども、ちょっと今回なかったので、まあ今回はちょっとアルティメアツヨルキンにします。まあ、正直ですね、超越竜の上級モンスターもちろんいるんですよ。超越竜のこのギガントザウラーとか、あとシンクロモンスターレベル12のやつとかねいるんですけども、ね、正直超越竜のエクストラモンスターはねそんなに強くないんだよね。相手のターンでなんか妨害するとかいう効果も特にないし、一応耐性があったりとかするんだけど、ちょっとあんま強くないんで、まあ、そこで、まあ、ちょっと、入れて勝つのはちょっと厳しいかなと思ってて、まあ、今回はアルティマヤ強る気にしているっていう感じですね。はい。で、結局ね、どこまで行ってもね、恐竜ってね、2倍初動なんですよ。2倍初動なのがやっぱりずっと課題、永遠の課題。結局ね、その卵を割るカードと卵がないとね、動けないんだよね、大体。その超人武者とかってさ1枚初動でなんかめっちゃ動いてきたりするんだけどさ、恐竜ってほんとどこまで行ってもね2枚初動なんでね、そのグラウンドゼロもさ結局チューナーは持ってきて特殊召喚はできるけど卵割んないと弱いんですよ。だからね、まあ化石調査とか、まあ、卵いっぱい入れて一応サーチカードは一応あるんだけど、やっぱちょっとある程度のねコンボパーツを要求してくるんで、やっぱこんな感じの構築になっちゃうよね。ちょっと手札誘発がかなり少ないです、正直。はい、正直だからまあちょっと後手きついけど、まあ、先行展開通ったら勝てればいいかなと思って今回は組んでいますんで、まあ、ちょっとご了承いただければなというふうに思います。まあ、通ったらねめっちゃ強い場面できるから、ちょっとそれ見せていきたいなと、はい、思ってますんで早速やっていきましょう。まあ、多分ギガントザウラーは多分出ない。デュエルスタンバイ。ラーズ来てないの、これあまりにもきめえな。なんでラーズ来なかったんだろう。マジでコナミこなってるわ本当に。これの実装すべきカードを実装しない、これこなってると言います。はい、マジでね、ラーズっていうね、まあ、超エボル最強カードがあるんですけども、それがないと超越で正直まだ本領発揮できないんですよね。ぶっちゃけ。うん。金券でカード吹き飛ばしまして、で、はい。はい。はい。あ、卵 OK。卵がないとね、もう本当に始まんないんですよ、このデッキ。卵プラス割るカードっていう、まあ、初動なんで、もう一番初動が存在しませんのでね。今超人武者とかいうのが1枚初動しか存在しないとか言われてるデッキが横行している中で2枚初動のデッキをぶん回している。これがあまりにも、まあ、弱いムーブだということを分かっていただけるんじゃないでしょうか。まあ、これそのままプチラノドンでいいか。ちなみにプチラノドンか、まあ、ベビケラーサウス、まあ、どっちか来てればね大体動けます。はい、ワルカードとねミセラサウルス効果、なんもなそうだな。ミセラサウルス、まあ、このウララも一応墓があるんでなんとかなりますね。で原作のミセラサウルス効果、カードを1枚除外することによって、デッキから主玉獣アルゴザウルスの特殊召喚で、アルゴザウルスの効果、これ無限保有とか裏とか効かないんでね、もうミスラぶん投げるかで、究極進化機持ってきながら、プチラドンの効果発動、さらにゼロメテオロスがカードを破壊されたから、おびっくりしたって出てくる。うわびっくりしたって言って、これこいつマジで召喚条件マジ緩くて好きだわ。で卵食いオビラプター、
メイトでもね見守ってくれていますが、メイトオビラフタークもね見守ってくれています。で、ベビーケラー&サウルスを、テクノに加えていく。ベビール&ケラーサウルスね。はい。で、カードを召喚して、あ、違う、召喚器使ってもらったんだよね。で、まずリンクリボーに1回なります。はい、リンクリボーなります。で、1回エルフ行きます。で、エルフで蘇生しますの動きね、これ。まあ一応まあそのまんまそのなんかセキュリアガードナーとかにしてもいいんだけど、まあエルフの方が強いから相手のターンにねもう蘇生できるんで、まあリソース勝負になった時にね、これこうこうなるか、はい、まあこれ同じことになるかね結局で、ベビール&ケラーサウルスを破壊して、プチーラのあのアンドドンを、持ってきながら、特殊が一応ちょっと、まあ、ミスラ残しておきたいから一応オビラプター。ミスラはね、後々サーチする可能性があるんで、でゼノメテオロスの効果の前に取るか、まあ、一応これ2ビルケアできます。はい、まあ、あのドラゴン族なんで ドルガがなんでちょっと2ビル消えちゃうんですけど、ミスラサーブって守れないから、まあ、これ先に出したことによって2ビルをケアで、プチュアノを爆破しながら、デッキからフロストダルスを爆弾させる。ちょっと押せない、フロストダルス爆弾でプチュアノの効果発動、まあ、これはパンクラトプス、まあ、グーパンマンでいいかな。グーパンマン出す、うー出てきて、じゃあはい。で、ここで普通はラーズ出すんですけど、なんかラーズいないんで、ラーズいないのマジキモいわ。で、アルティマヤ強力に出して、で、究極進化セッティングで効果で、クリスタルウィングシンクロドラゴン出す、リンク先は開けとくか、リンク先ちょっとアルコン出してえな。はい、で究極進化薬発動、恐竜と恐竜以外のモンスターを合成し、史上最強の恐竜族モンスターをデッキから爆弾、あらららアルティメッツコンダクターってやろ、うわーかっこいい。ちなみに魔法トラップカードに耐性なさすぎて、これ拮抗勝負って言われて終わるんですよ、これマジでね。いやここね、だからね、あの一応あれにした方がいいこともあるんだよね、あのゴアトルス、ゴアトルス魔法トラップカード無効にできるんで、ゴアトルスにした方がいいこともある。はい、岩投手来ました、来ました岩投手、噂の超人武者です、来てましたよ。はい、いや、まあ、魔法トラップ無効にしていいけどな、これな。ちなみにラーズっていうモンスターが来たことによって、魔法トラップとか余裕で無効にできるんですけども、なんかクリスタルウィングシンクロドラゴン出さなきゃならないというね、ひめえなこれ本当によ、なんなんだよマジで、こなってるわ。恐竜ね、ちょっと好きなデッキなんで、結構一応ね、いろいろ研究はしてたんですけども、まあ、ラーズ来なかったらさすがに無理だ。あ、これ墓穴でいいんじゃねえ。はい、さようなら。これはきついだろ、墓穴ケアできないもんな相手、これはきついんじゃねえか。先駆せ作墓穴きついんじゃねえ。これ岩投手の効果今回使えませんって言われたぞ、大丈夫か、息してる、ハロー息してる。あ、ちなみにちょっと潔く言うんですけども、高校結構きついです普通に。手札誘発の枚数がそもそもほとんどない、まあ8枚くらいしか入ってないじゃないですか、まあ、裏の同時とガンマぐらいで、マジでね、高校ちょっと厳しい正直。ただ2枚初動だからね、無理なんだよね、2枚初動でしかもデッキからリクルートしてくるみたいなカードが結構多いので、デッキの枠も圧迫して、あんまりその手札誘発枠を取れないと。1枚初動が多いって結構やっぱ手札誘発枠意外と冷たい超重武者みたいなデッキはねいけるんだけど、うん、それがねマジでね弱いよね。なんかすごいなんか貫通してくるでしょ、ダブル、これ岩投手できなくてなんかこれで負けるとかあったらやばいよ、俺思いダブルホーン、はい、ダブルホーンいいでしょう。さあ、まあ、装備解除して特殊召喚できるモンスターって確かね、シャインクロー、ダブルホーン、ガイアブースター、あ、これ、ね、これ、ガイアブースター。ガイアブースター、あと、なんだっけな、ちょ、なんか、4種類ぐらいいた気がするんだよね。うん。だから、まあ、3種類か4種類ぐらいいるから、なんか、そこで貫通してくるみたいな。あと、隠密もいるわ。その辺が一応ね、手数になる。一応、デッキとしては。これ全部裏返せばいいんじゃね、裏に、裏守備にすればいいんじゃね、爆破していい、爆破、うおー、プチャの爆破、ペッペッ、効果発動、
デッキからレベル4以上の恐竜族モンスターを特殊召喚。現れろ玉食いオビラプター、バコーン効果発動。ちなみにこういう時のためだけに入れている落書き銃テラノ、はい、これ最強なんで。さあどうする、浦島になったからリンク召喚もできねえな、残念ながらな。あった、何もできなそう。落書き銃テラノ君の効果発動するぜ、恐竜族モンスターをリリースすることにより自身を召喚、効果発動。アドバンス召喚に成功した場合、ちょ、押せね、相手の表側、いや、モンスターか、モンスターを破壊。じゃあなかかし、楽しいデュエルだったよ、つえ。いや、まあ、回れば強えんだよな恐竜って。典型的な回れば強えできな、これ典型的な。はい、でバトルフェイズで裏側締め表示モンスターをぶん投げるときダメージで開始、相手墓地を食って1000バーンっていうね、効果ありました。これ全員ぶん投げますんで、まあ、こうやって勝っていくというデッキでございます。このデッキはおら、こっちはレップのクリスタルステッチ最後するわ。おら、レップのクリスタルスエッジラーズ、早めで。あー、ゴアトルス所定はちょっと微妙だな。カセチョ調査しましょう。はい、僕ちなみにあのクソどうでもいい話なんですけど、あの高校時代あの得意教科地学でした。得意教科、まあ、あの得意科目皆さんあると思うんですけど、あのやっぱロマンを求めてあの恐竜とかを結構あの子供の頃から、なんだろうな、いろいろ図鑑とか見たい、あこの恐竜かっけえやみたいな話したんで、ちょっとあの地学っていうね、あのロマンがあふれる学問に非常に興味を持ちまして、高校時代は地学が一番得意でした。皆さんの得意科目は何ですか。増殖する G、 はい、まあ裏らあるんで、まあギリ耐え、まあ G とね、まあドロールと G 結構重いんですけど、まあドロールはでもあれか、あの初手の方で化石収集とか打った後だとちょっとあれかもしれないけど、まあ言うてリクルートの方をね使えばまあ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、まあドロール結構きつい時もあるって感じかな。幻想のミセラサウルス、まあこんな感じでね、動いていくことが多いからね。で、まずリンクに出します。はい、で、ミセラサウルス使います。アレゴ墓地落ちてるんで、アレゴ除外すれば卵出力できるんで、ミセラサウルスの効果発動しました。2枚除外、アレゴ除外すると、まあ、レベル2の恐竜族モンスターを特殊召喚できるんで、これ卵と卵マジでさ、なんか9枚くらい欲しいよね。なんか6枚しかないよ今、卵。今卵不足、深刻である卵不足の問題に今直面してまして、卵もうちょい欲しい。まあ、ちょっとね、引けない時あるんだよね。化石調査、まあ一応あるんだけど、ただ化石調査とかは結構ミセラサウルスとかオビラプターサーチしたいと結構多くて、卵って素引きが一番強いんで、ちょできればですね、卵増やしていいなっていう。はい。で、卵叩き割って卵出すと。この動きね、これマジでね、大体どんなハンドからでもいけますよ。ちなみに恐竜もあのデッキ2枚コンボなんですけど、まあ、結構あの安定はする、2枚コンボの中ではね。はい、でゼノメテオロス出して、でゼノメテオ効果爆誕させていく。卵をね何回叩き割れるかみたいな話なんでね、恐竜デッキって。はい、でベビー&ケラーサウルスで、まあ、これはレベル4だな。ミセラサウルス多分スクラップとか使ったらね、もうちょっと展開伸びるパターンももちろんあるんですけど、多分まあさすがにでもこれが一番やっぱ強いんだよな。まあ、ラーズ来たらより強い。ここもういったらランク6ラーズになるからね。ラーズの話しかしねえわ俺、一生ラーズの話してる。お前もういいよみたいな話なの俺。さっきの、どこ使ってるか分かんないけど動画、ちょっとなんかラーズの話しかしない気がするわ。ラーズラーズうるせえなってな。で、これ一応こうか。で、セッティングすると、なんかカードセットされたらびっくりしたーっつって、レベル7、8のドラゴン族シンクロモンスターが出てくる。クリスタルウィング、シンクロドラゴン、バゴーン。で、究極進化活動。究極進化、まあ、卵を蘇生して叩き割る動きあるからね、さすがにね、これあれなんですよ。これさ、7、8でさ、何なんか向こう待ちみたいなやついる？魔法トラップカードを、なんかそれいたらさ、それで、まあ、ちょっとパッと探したけどなかったんだよね。
魔法トラップ無効レベル78ドラゴン族シンクロモンスターがいたらそれの方がいいです、基本的には。はい、でまあ、アルティメッツコンダクティングティラノ、これ一応リンクリボーはね、B ステップ踏むんで一応消しといた方がいいかなっていう、気はしてる。できればね、もうレベル1のモンスターで出力されることないから、盤面に墓地からのリクルート効果使わないから大体、だからリンクリボーとかはもう積極的に消していくことをお勧めします。一回なんか B ステップ踏んで負けたことあるんだよ。まあ無効、ピュアまあ無効、はい、普通に無理。さあリリー爆発、魔法トラップが止められないっす。ちなみに、これ参戦って言われるとかなりやばいっす。参戦マジでやばい、参戦でパクられるのがもうほんまにやばい。これなんか妨害がほとんどないやばい。ピュアリーズ、まあそれはいいか。参戦なさそうやな、参戦あったら多分打ってると思うんだよな。相手モンスターパクりますの動きされると魔法トラップカード無効ないじゃないですか、この場面。まあ、ゴアトルス出しゃいいでしょ、リュウさんって話なんですけど、ゴアトルス出すと、なんかエルフとアルティメットコンダクトテラの動きできなくなるから、ちょっとやっぱ、妨害数足りなくて、それはそれで負けることなんでね。で、スリーピー、で超融合はもう、無理だし、ケアできないし、まあ、超融合つったって属性結構ばらけてるからね、まあ、言うてなんだけど、で、スプライトエルフの、効果のプチラノドンを、よみがえらせーの、で、これを爆破することによってパンクがトップスも出てくると。ハッピーメモリー ?OK? なんかこれ、なんか適当にモンスター効果全部動いちゃ勝てるのこれ。大丈夫だった、まあ、ピュアリーは、まあ、引いたカードによるけど、まあ、魔法トラップ強いのを引いてないと多分無理ですよ。先行取られたら。はい。まあ、お前のその、はい。まあ、その獣も爆破するから。まあ、モンスター効果はね、めっちゃ強い、ちなみに。3回無効あるから、モンスター効果3回無効。さらに、コンダクターもいて、はい、そうなるよね。で、ベビーキャラからの今、あれもありますから、パンクラも強すぎ。なるほどね。まあ、ちょっとラック学獣テラノはワンチャン、引いても大丈夫なんだけど、ドゴランもまあ別に引いても大丈夫か。まあ、言うて、ハンドはそんな悪くねえな、これ。まあ、どうしようかな、俺。これ、今、先にミセラサウルスぶん投げるか。先にミセラサウルスぶん投げます。なんかあるな。で、ミセラサウルスの効果と、リクルート。レベル1の恐竜族モンスターを特殊召喚。一番うぜえの来たな。ちなみになんだけども、このデッキ、G 打たれた場合どうするか皆さん知ってます？まあ、テラノいるんで、まあ、これで止まってもまあ別に悪くはない気はしないでもないんですけど、僕はいつもどうしてるかっていう話をすると、もう関係ないですって動いてます、はい、妨害数はね結構用意できるんですよ、恐竜デッキ。まあ、ちょっとここで、まあ、何が飛んでくるかによるんだけどね、この後の誘発が。で、結構ね、意外と貫通して動いて勝てる時も結構あるから、だから言うてさ、モンスター効果3回くらい無効にできて、で、アルコンが出てきてて、で、パンクがいるじゃないですか。まあ、5妨害があるんですよ、盤面。あ、そうね、5妨害があるから、だからね、言うて相手止まってくれることあるんだよね。結構、もう、突っ走っても、だから僕はもう突っ走っとくなと思って、いつも突っ走ってます。はい。なので、盤面をもう増殖する陣はなかったことにして、全部の盤面を作りに行こうと思ってます。行きましょう。しゃあ、俺かかってきやがるバカだれが、おらー、これが恐竜最強盤面じゃ。しゃ、さあ、これでターンを終了するしかねえな。アルコン、パンクラ、アンド、クリスタルウィング、ドルカ、手札18枚やばすぎだろ。手札18枚やばすぎだろ。終わっとるやんけ。ちょ、頼む、マジで頼む、進んでくれ。はい、すいませんでした、すいませんでした、すべてが無理しました。すいませんでした。調子乗りすぎるとね、こういうことになりますので、ね、まだこんだけ出たのやばくない。フロックワークライト、やべえ、恐竜族じゃなくなった。
テラノも出せない。落書き自由テラノも出せない。やばい。サイバードラゴン、あーそういうで、そういうことか。無理だ、助けて、やめて、待って。ちょ、一応モンスター消しとく。一応モンスター一体だけ消しとく。まあ、これ意味ないけど、意味ないけどモンスター消すのは大事、大事なのか果たして。ちょ、やばいやばいやばい、分かって、助けてください。お母さん、お母さん、お母さん、いやこのおかしいよ、おかしいって。どうしてこんな男が許されるんだ。ひどすぎる。こんな理不尽許されていいのか。全部自分で機械族に変えて吸収とか、もうやってることキモすぎるだろ。何が起きてんだこれ一体全体。鬼畜の所業だな。パワーポンドでキメラテックランページ出てきたらおしまいだと、世の中では話題になっていますね。禁じられた人質くとか言うから強えな。いやでも今増殖する G 必須だけだから、お前増殖する G 必須だけだからな。バカ誰が